Body Fight Triple D! All new Impact Monsters are finally here! The fearsome Duel Jaeger is here! Final phase! Bring on the fight! Triple D Booster Pack Volume 2! Roar Invincible Dragon! On sale July 22nd! Bushy Road! Vanguard G! Look at all the cool cards, Chrono! That's great, Tayo! Generation Rares are now easier to get, too! Wow! Booster Pack Glorious Bravery Radiant Sword! Now on sale! And check this out! これ、鍵が刺さってる。開けてみよう。開いた！気持ち悪い！バディファイト世界一！バディチャンピオンを決める WBC カップがついに開幕したぞ！超東京大会準決勝第1試合は、帝王選手の必殺モンスターをクローズガイト選手が黒龍の盾でしのぎ、クローズガイト選手の必殺モンスターを帝王選手が太陽の盾で防ぐという前代未聞の熱戦。2度目のバルバーストスマッシャーで終止符を打ち、まず帝王選手が決勝進出を決めたぞ。ビーおっ、ありがとうございました。準決勝第2試合、遊園地タスク VS 街道大のファイト。それじゃあ皆さん、バディー、ね、泣きべそ野郎ならとっとと帰っちまったぜ。え、泣きべそ？カイトがバルか？ま、会えなくてラッキーだったと思うこったな。ラッキー？だってそうだろ、勝ったやつに負けたやつの気持ちはわかんねえよ。何言われたってムカつくに決まってんだ。祭りじゃ祭りじゃ、クジラ戦場学園カイドウ大誕生じゃ！バル？出た！デュエルイエーガーリボルテッド！なんじゃと！お前が妙な病気になったのは、わしの子分が食わせた海藻が原因じゃったのか！まずはこいつを料理するカメ。見たことない海藻カメ。食べてオーケーカメ？多分平気カメ。へい、特製海藻サラダカメ。うわー、もうこれも運命。わけわかめ病、全身からわかめが生える奇病。マジックワールドの海藻を食べた人間がまれにかかる。マジックワールドの海藻？あれマジックワールドから紛れ込んだもんだったのか。やっちまったカメ。取り返しつかないカメ。死んでお詫びするカメ。すまんかった。番長が謝ることないかめ。
俺らのせいカメ。死んでお詫びするカメ。黙らっかい。子分の過ちはその番長であるわしの過ち。本当に申し訳なかった。よしてくれ海の番長、顔を上げてくれ。いや、合わせる顔がないんじゃ。誰の過ちでもない。強いて言うなら俺の食い意地のせいさ。もう治ったんだから気にすんな。帝顔男じゃ。ねえ、相手を責めずに自分の落ち度とするとは、なんともあっぱれなやつじゃ。そうか。おい、次の対戦相手になるかもしれねえやつに褒められて喜んでんじゃねえよ。お、そうじゃった。海洋番長帝が王、お前とは意地でもファイトがしたい。そのためにも準決勝という祭りを勝利で飾らんとな。番長、カイドウがタスクに勝ったらどうなるバル？ジャックとはファイトできなくなっちまうな。そんなのやバル、絶対やバル。だけどバル、カイドウが勝たないとデュエルイエーガーとはファイトできないんだぞ。それもやバル。でっかい番長ともファイトしたいバル。どっちも勝ってほしいバル。なんとかしろよガオ。注目の準決勝第2試合、かたや藤田戦場学園のカイドウ大選手。ワッショイワッショイ祭りのワッショイ。対するは優勝候補のヒント、バディファイト界のプリンス、相棒学園中等部救援児タスク様。すごい人気バル。いよいよだぜ。ガオ君、約束する。決勝で会おう。ああ、決勝に上がるのは海の番長かみ。負けないカメ。絶対勝つカメ。遊園地選手、このファイトは勝って当然な振る舞いですが、ちっとも嫌味じゃないのがさすがです。ああ、今日なんか解説やる気起きないわ。帰りたい。おい、ちゃんと仕事しろよ。タスクさんの人気が羨ましいのよ。ゾンビじゃ人気出ねえな。マジで？こりゃ大しけの予感がバリバリじゃ。思い出すの、デュエルイエーガー、お前と初めて会った日のこと。あれは我がクジラ戦場学園がまだただの戦場学園だった頃のこと。あれはこりゃしけそうじゃ。急な大しけにさらされた戦場学園は転覆こそ免れたが、太平洋のど真ん中で航海を続けられなくなってしまった。そんな時、あれは何かみ？島ではないかみ？何かこっちに来るかみ。何かってなんじゃい。間違いねえ、伝説のバカデカスクジラじゃ。伝説のバカデカスクジラって、新年は余裕で生きてて、遭遇して生きて帰った者はいないと言われる、あの。番長無理かみ。相手はあのデカさかみ。いくら番長でも勝ち目なしかみ。だからってただ手をこまねいとったら、我が戦場学園はここで全滅じゃ。俺らも手伝うかみ。来るな。これは番長の役目じゃ。波を割れ無敵竜、わしが海の番長じゃ。海内豪快竜王きらめけ、星をまといし未来の竜。
ルミナイズ、クロスドラグナー、バディーファイト、オープンザフラッグ、エンシェントワールド、スタードラゴンワールド、先行のカイドウ選手、太陽の怒り荒波を装備、そのまま龍炎寺選手に1ダメージを与えてターン終了。龍炎寺選手のターン、いきなり3列攻撃耐性だ。シャドウスケア、ファイターをアタック、エゾンメイラー、続けジャック、ファイターにアタック、打撃力4のイグナイトブレード、もうライフ4カメ、やばいカメ、まだタスクのアタックが残ってるカメ、ジャック&パグシュート、2回攻撃シュート、ターン終了だ。なんと龍炎寺選手、怒涛のアタックでカイドウ選手を残りライフ2まで追い込んだ。わしは海の番長カイドウ大蛇、番長バカデカスクジラ、わしと勝負じゃ、クジラ祭り、まだまだ祭りはこれからじゃい。まだじゃ、of luck and logic, and begin your journey as a logicalist. The TCG that trances with you, Trial Deck, Brave Logic, and Rene Logic, now on sale. Bushy Road. Future Card Fight Fight! Relive the epic story in comic form, a bestseller from Shogakukan Asia, with art and story by Mitsuhisa Tamura. Each volume includes PR cards. Grab your copy today! Bushy Road!もうダメカメ、わしは最後の最後まで戦うんじゃ。なんじゃでっかいカメ、助けてくれたカメ、番長は無事だカメ、このわしに力を貸してくれるのか。なら、今日からわしのバディじゃ。お前は子分じゃ。そろそろわしのでっかいバディを拝ませてやろうかの。ゲージにを払ってセンターにバディコールじゃ。で見るととんでもないデカさですゾンビ。あ、いやでかい、あまりにもでかい、武神番長デュエルイエガー、バディギフでライフ回復、イエガー祭りの始まりじゃ。太陽の怒り荒波、わしのターン終了じゃ。これは勝負の行方がわからなくなったゾンビ。それより頭を早くくっつけて、ゲージ1を払い、キャストドラグナーズビート、ジャック&ファングの攻撃力を2000プラスして攻撃力6000にする、ジャック&ファング最大出力シュート、ソウルガード祭りじゃ、2回攻撃、祭りじゃ祭りじゃ、ソウルガード祭りじゃ。ウェルイエが2度にわたる龍炎寺選手の攻撃を耐えたぞ。ビジョンメイラー、3度目の衝撃、これまでか。アップアップ
球祭りじゃ。デュエルイエーガーの能力か。デュエルイエーガーは手札の竜王番長を捨てれば防御力を1万アップできる。ならば私のイグナイトブレードで倒す。言ったろ、アップアップ祭りじゃと。奴をどう倒す？このままでは。デュエルイエーガーを倒せなくとも勝つ方法はある。そいつはどうじゃろうの。ソウルがゼロになったことでわしのデュエルイエーガーは本当の力を発揮できる。イエーガー祭りはまだまだ続くのじゃ。はあ、いるいる。なんかすごそうなことを言って驚かそうとする人。そんなハッタリが効くとでも思ってるんですかね。ハッタリかどうか目ん玉かっぽじってよー見とくんじゃ。わしのターン、ドロー、チャージ&ドロー。よっしゃ、こいつを待っとったんじゃ。まずはこいつじゃ。キャスト勇気神速。デッキから2枚をドロップゾーンに送ってゲージ1プラス3。ゲージのためとはいえ手札の竜王番長属性のカード、自ら守りのカードを捨てるとは、やつは一体何をする気だ。押されてるカメ。やっぱり無理カメ。もうダメカメ。このままじゃ戦場学園は。何？本当の力じゃと？怒りを上げろ無敵竜。大海原を沸騰させるお前の番長魂、見せる時は今じゃ。ゲージ3を払い、デュエルイエーガーを進化じゃ。剛腕無双番長、デュエルイエーガーリボルテッド。すげえ、超でかい丸。ああもう天井壊しちゃって、どうせ2体ばかりでかいだけのモーターです。ゾンビデュエルイエーガーリボルテッドはサイズ3、攻撃力2万、防御力3000、打撃力2、2回攻撃に加えてソウル9枚持ちじゃ。ソウル10枚、嘘でしょ、でかいだけじゃなかった。にゃにゃにゃ。つまりデュエルイエーガーリボルテッドは10回倒されなければやられんのじゃ。強い、すごすぎまる。じゃがデュエルイエーガーリボルテッドはライフリンク即死じゃ。ということはリボルテッドを倒せば君も倒れるということか。その通りじゃ。祭りじゃ祭りじゃ。デュエルイエーガーリボルテッドでファイターにアタック祭りじゃ。剛腕無進撃タック。二回攻撃祭りじゃ。ちょっとプロトバリアン、さすがだな。でもどうやって次のターンあのモンスターを倒せばいいの。タスク先輩には必殺モンスターがある。遊園地選手のターン、再び総攻撃を仕掛けるもデュエルイエーガーリボルテッドは倒せない。どうやら僕が君のモンスターを倒すことは難しいようだね。まさかもう降参とか言うんじゃないじゃろうな。バディファイトはモンスターを倒すだけのゲームじゃない。あれ、相手のライフを先にゼロにした方が勝つゲームだ。ファイナルフェイズ、それでこそ龍炎寺タスクじゃ。必殺コール。そう、龍炎寺選手には必殺モンスターがある。ゾンビーゲージ3を払い、ジャスクナイフを必殺モンスターに。サイズ2、攻撃力防御力ともに6000、打撃力2のモンスターとなり
ドロップゾーンのジャックアームズ J スラスターとクロスナイズ、さらに J スラスターの能力発動、手札1枚を捨てデッキからもう1体 J スラスターをクロスナイズ、そして J イグナイターとのクロスナイズにより今の打撃力は3。決勝でガオー君とファイトするのはこの僕だ。オールバスターターミネイト。無駄じゃ、デュエルイエガーリボルテッドのソウルがある限り祭りは終わらんのじゃ。こちらの攻撃もまだ終わってはいない。セーフティー解除、降り注げ星の光、ユリベレイトカノン、セーフ、追加の効果ダメージ、これなら残りのライフを削れる。タスクとジャックの勝ちまで。それも無駄じゃ、デュエルイエガーリボルテッドがセンターにいるとき、あらゆる効果ダメージは効かんのじゃ。何？海王の覇気、なんとタンクのドラゴンアームズが消滅。はダメージを与えられないんだと。そんなどうだかまだあんの。僕のターン終了だ。竜エッジ選手、ここで無念のターン終了。緊急お達しいたします。祭りじゃ祭りじゃ、うん、祭りも仕上げじゃ。デュエルイエガーリボルテッドファイターにとどめじゃ。剛腕武神撃、第2試合はクジラ戦場学園海の番長カイドウ大選手が優勝候補の竜炎にタスク様を破り決勝進出を決めました。ワンショイワンショイカイドウ、ワンショイワンショイワンショイカイドウ、ワンショイ。なるほど、バカデカスクジラを利用すれば後悔は続けられる。よし、戦場学園は今日からクジラ戦場学園じゃ。クジラ戦場学園最高革命。見事だ海の番長カイドウ大。タスク、打てる手は全て打った。だけど僕の乾杯だ。男じゃ、竜炎寺タスク、負けても清々しいとはさすがじゃ。なんともあっぱれなバディファイターじゃ。決勝戦頑張ってくれ。ガオ君、約束を守れなくてすまない。決勝は僕の分まで頑張ってほしい。まあ任せてくれ。バレ、私の分も頼んだぞ。わかった、バレ絶対勝ってみせるバレ。いや無理だ。バク、今なんつった？無理ってどういうこと？おそらくカイドウ大に今のガオたちじゃ勝てない。え？今のデッキじゃデュエルイエーガーリボルテッドに勝つ方法がない。バディファイト Triple D! A new rival takes the stage! Witness the power of Duel Jaeger! It's a festival for the Dragon Emperor! Triple D Trial Deck Volume 1! Dragon Emperor of the Colossal Ocean! On sale July 15th! Bushiroad! The epic battle returns! Gather your magical powers, ready your weapons, and fight the ultimate battle! Fate Stay Night! Unlimited Bladeworks Volume 2! Booster Pack and Meister Set! Now on sale! Bushiroad!今日の必勝カード、デュエルイエーガーリボルテッド。ソウルのないデュエルイエーガーに重ねてコール。ソウル9枚持ちで一切の効果ダメージを受けなくなるぜ。どうすればいいバレ。スーパーパーティー決めちゃって、バディコーファイ諦めない、ビームシューター枠時、とにかく攻めていこう。落ち込む
のままじゃバルはでっかい番長に勝てない。バル特訓してピザをたくさん食べるバルか。